そして重量級ベンツ 500E BMW M5、 この2台のスーパーセダンを迎え撃つ日本代表はアリスト。アウトバーン追い越し車線250キロ巡航を誰もが安全で快適に維持するために、車に求められる全ての性能を極限まで突き詰めたドイツ車2台に対して、ジャパニーズスーパーセダンアリストはどこまでいけるのか。大小7台を取り混ぜた今回のスポーツセダン大研究、さあテスト開始。さあヘビー級3大対決スタート。マニュアルの M5 出足リード、いい勝負だ。お、多少出たかなアリストが。うわぁ負ける、やばい。3台ゴール同時ゴール。アリストバンパー一つ分 M5 を押さえた。矢田部セクション、続いてはガンさんのハンドリングチェック。ベストモータリングの中で僕がいつもこの矢田部を中心として、高速のスラローム、あれは何のためにやってるかと申しますと、本来自動車のハンドリング、自動車のハンドリングというのは、まあ、いろんな要素がありますけども、やはり一番その中で大きいのはその接地性変化、これがハンドリングに大きく影響してくる。で、できるところは当然一般道ではできませんから、こういうところで振ってみる、つまり入力がタイヤを通して入り始まったところ、その力の立ち上がり具合、それと今度もう一つは左右に振った時に荷重が移動した、つまりその力の方向が変わった時にどう変化するか、接地性の変化ですね、どう変化するか、それと今度タイヤが滑り始まる前の荷重が一番高くなった時にどう変化するか、つまり剛性がなかったらどうなのか、ということですね。それとまたもう一つ付け加えるんであれば、その荷重が抜けた時に接地性が急激に起こらないか、その4点を見てるわけですね。でそれはやはり高速でああいうふうに振ってみる以外にちょっとチェックのしようがないということで、僕はいつもながらああいったテストをやってます。さあ1台ずつの評価を出してもらおう。車の動きの違い、ガンさんのドライビングの違いを見ていてもハンドリングの良し悪しが分かるはずだ。ポルシェが言ったって言うけども、最近のポルシェの感じか。ベンツの 500E のサスペンションは、まあ、結果から言いますと、ちょっとやはり乗り心地を意識しているので、剛性がある中にもブッシュがちょっと柔らかくて、荷重が左右に変化した時の立ち上がりがちょっと急激かなと。ただベンツの素晴らしいところは、それから荷重が高くなってリバースする時、これの安定性がすごい。つまり車の限界っていうのは線一本じゃないんですね。線一本過ぎたとこからパニック状態になる、スピンするということじゃなくて、これはある程度の幅があるんですけど、つまりその幅が広い、パッとコーナー入って、あ限界かなと思っても車が安定してくれてる、まあ、この辺が非常にそのハンドリングとともに安全車という意味でも重要な点なんですけど、その辺がベンツの素晴らしいとこかなという気がします。接地性は、まあ、サスペンションの形式から言ってちょっと悪いのはしょうがないけども、接地性変化少ないな。バランスはいい。
アのフロントはいいけど、リアのどうしようかな。ほんのちょっと、もうちょっと後ろをしよう。やればもうちょっと良くなるな。一言で言えば、あのサスペンションセミトレ、ストラットのもう限界かなと、あれ以上はできないんじゃないかっていうところまで行きますね。次にアリスト、ベンツあるいはその BM から比べて、素晴らしいところはボディ剛性はもうそれほど大差なく遜色ないぐらいにカチッとできてます。ただ残念ながら乗り心地あるいは振動、路面からのこうタイヤがこう叩く振動を良くするためかどうか、ブッシュをかなり柔らかくしてる。バネダンパーはかなり硬いんですけども、ブッシュが柔らかいために一方方向でギューッとステアリング切った時の接地変化は少ないんですけども、パッとパッと戻した時、つまりこう左右に振った時の特にリアの荷重変化が激しくて、ターンターンとこう一気に荷重がかかる。スポーツセダンとしてあの車を見るんだったらば、やっぱりあの辺のブッシュの見直しチューニングはちょっとまずいかなという気がしますね。